降臨寺は、長野県東築間郡、朝日村西瀬場にある高野山新言宗の寺である。降臨寺は、長野県東築間郡、朝日村西瀬場にある高野山新言宗の古刹。三号は、青子山。本尊は、不動明王。春は、五所の桜、秋は紅葉で有名。元那三年から幕末まで、朝日村一帯は、高遠藩領の飛び地であり。 松本藩による過激な廃物希釈の影響を受けていないことから、県画から指定の文化財を複数有している。伝承によると、起源は奈良時代に行基が開いた小役師まで遡り、中高は木曽吉中とされる。小役師は現在の高林寺薬師堂裏手にあるニュー村集落の上にあったと言われるが、明治期の実写名最長には、当時の由書は不詳とある。 鎌倉時代以降は、荒井馬草寺島の三村氏の祈願寺となった。高輪寺薬師堂高輪寺本堂の南側に薬師堂がある。本尊は薬師如来。現在の薬師堂は、胸札の記載から法歴10年に建立されたことが分かり、県だからに指定されているが、不指定。入も屋造り、かやぶき、桁行きご県、張りましまで正面に一県の後輩を不し、 前方の張り間二間分を吹き放しとする。本建物のように平面の半分を吹き放しとする例は珍しい。後輩の頭抜きや香料の木花は当時し、幕などの彫刻で飾り、主体部の中園にも当時し、力士などの具象的な彫刻を用いる。昭和初期までは松本盆地一帯に西瀬場のお役史として知られ、同然から、 松本市今井の今井神社まで伸びる宮道沿いには、薬師堂への道を示す石標が多数現存する。境内には、西国、坂道、秩父の百観音、四国八十八箇所などの多くの石仏がある。高林寺薬師堂の石仏群。ありがとうございます。